一番星になる虹の夢アイカツ始めます。これまでのアイカツスターズ、私はアイドル学校四つ星学園に通う中学2年生。トップアイドル S4 の一人として毎日アイカツ頑張ってます。ヴィーナスアークがやってきてからというもの、私たちの周りでは次々に事件が巻き起こって、そんな時私たちは学園長に呼び出され、ヴィーナスアークへの留学を提案された。スタープレミアムレアコーデについて学ぶために。緊張でドキドキが止まんない。いよいよだね。うん、身の回りのものだけでいいって連絡あったけど。ん？マヒル、これ何の荷物？敵陣に乗り込むんだものは何があってもいいように。瓦を300倍ほど。ああ、それじゃあそろそろ行こうか。おっせ。ヴィーナスアークへようこそ。ジャパンのアイドルたち。四つ星学園虹の夢です。同じく桜葉ローラです。同じく霞真昼です。まずは一通り船内を見てちょうだい。あなたたちのために特別な案内役を用意したわ。特別な？何真昼、またお姉ちゃんの香りが。小春ちゃん、小春ちゃん、久しぶりだね。ゆめちゃん、ローラ、まひるちゃん、小春ちゃん、小春ちゃんだ。やっぱりこの間の声は小春だったんだ。その香りもお別れの時お姉ちゃんがあげたミスト。でもどうしてこの船に乗ってるって教えてくれなかったの？そうそう、みんな待って待って。それはともかく、おかえり小春ちゃん。うん。の制服に着替えなさい。留学生らしくね。では小春七クラお願いね。はい、エルザ様。エルザ様、さあみんなこれに着替えて。わあ、動きやすくていい感じ。確かにフィットしてるわ。うん、この制服も悪くないじゃない。私がみんなに合わせて少し袖や着丈をお直ししといたから。小春ちゃんが？うん、ありがとう。でもそれより一体何がどうなってるの？小春、説明して。ごめんね、厨房って話すから。あのね、イタリアに行って
ファッションの本場のドレスに触れるうちにデザインに興味が湧いて自分なりに勉強したの。そっか、小春ちゃん前からデザインが上手かったもんね。私のオーディションの時も助けてもらったしね。うん、そんな時エグゾ様がイタリアへやってきて、もちろん歌もすごかったんだけど、そのドレスに心を奪われたの。そしてエルザ様に私をヴィーナスアークへ。デザインが見せてもらったわ。まだまだ荒削りだけど、あなたには秘められた才能がある。今すぐ私の船に乗りなさい。そして私の元で目指すの、パーフェクトデザイナーを。すごいじゃない小春。でもなんで教えてくれなかったの？自分に自信がつくまではと思ってて、でもデザイナーになるって決めてようやく自信がついたんだ。そっか、相変わらずだね小春。うん、前と変わってない。よかったのかい、小春に案内を任せて。隠すことなど何もないわ。むしろ全てを見てもらった方がいい。もしも小春が四つ星学園に戻ると言い出しても？それはまだ許されないわ。最初の課題でデザイン画を描かせてみたら、一晩で380枚も仕上げてきた。しかも似たデザインは一つもなしにね。あの子のデザインに対する情熱には感心しているわ。実に興味深いね。素晴らしい味わいね。はい、この国の松阪ビーフでございます。そう、ジャパンの。ジャパンのアイドルもこれくらい味わい深いといいんだけど。それじゃあ船内を案内するね。ここがエントランス。この前来たところね。え、そうなの？まあいろいろあってね。そういえば小春ちゃん、お父さんとお母さんはまだイタリアに？うん、エルザ様にスカウトされた時最初は悩んだんだけど、今度こそ自分がやりたいことをやりなさいって。よかったね小春ちゃん。うん、ここが教室。ちょうど今。コングラチュレーション。え、ユリ先輩？ユリ？私はリスト・ユーリ、ハンガリー出身よ。よろしくね。ユリ先輩そっくりでしょ。日本から来た留学生ね。今デザインの授業中だからぜひ見てって。おー、あの子たちなんで目隠し？まあ見てて。それじゃあ始めるよ。はい。右上のサンプルから答えて。綿のシャンブレ、フランス産。ピンポーン。では次、羊毛のモスリ、イギリス産。ルップー。それは中国産よ。もっと指先に神経を集中してね。はい。指で触れただけで。どう？すごいです。まあここでは初歩のレッスンなんだけどね。これで初歩。ゆめちゃんこれ見て。すごく洗練されたデザイン。私たちのスクールドレスもみんなエルザ様のプロデュースでデザインされてるの。エルザさんの？セルフプロデュースを重視した四つ星学園とは違うんだね。まるで生徒の個性を認めていないような。正しい意見ね。確かに私の指導によってこの船のアイドルたちは私色に染まる。だけどそこからにじみ出る個性こそが本物の個性じゃないかしら。本物の個性。キララとはもう会ったわね。あ、はい。あの子も最初は私のプロデュースしたドレスを身にまとっていたの。けどそれを超える個性の輝きを放つようになった。だからブランドを持つことを許したのよ。まだ納得いかないような顔ね。いえ、ただ納得していません。実際にヴィーナスアークのアイカツを拝見するまでは。
真昼霞。なるほど、あの夜空の妹だけのことはあるわね。姉を知ってるんですか？驚くことはないよ。何しろパーフェクトエルザだからね。確かに真昼の言う通り。それでは実際に見てもらいましょうか、このヴィーナスアークでのアイカツ。そう、新しい時代のアイカツを。ここがレッスンルーム。これがヴィーナスアークのアイカツ？別に変わったことをやってるようには見えないけど、普通のエクササイズね。そう見えるよね。お、バーチャルプログラム解除。いえ、元からなかったのよ。でも、まるで本当に道具があるみたいに。わかるかい？体を鍛えると同時に演技力をも高める訓練さ。すごい。姫先輩の生み出したトレーニング、姫トレを進化させたような。これが全く新しいエクササイズ。その名もエルザサイズ。ネクストワン、Are you ready? Yes! Let's exercise! Let's exercise! これはあそこにいるヨハンナの故郷であるスイスのマッターホルンをイメージした立体映像さ。すごい、まるで本当に崖があるみたいに。ワンモアステップ。これは先頭にいるルクサーナちゃんのふるさと、アルジェリアのサハラ砂漠だよ。まるで本当の砂漠みたい。熱気まで感じる。でもみんな同じ動き。さっきのエルザの言葉を忘れたのかい？え、今日のエルザサイズは終了よ。はい。レイ、小春、こちらへ。あ、アコは来てないわ。あの子面白いのに。アコちゃん抜きじゃ。このキララも個性がないように見えるかい？それは一旦個性をなくした上で、それでもなおにじみ出る個性こそが本物の個性。このヴィーナスアークで学ぶのならそれを忘れないこと。キララ、列に戻りなさい。はーい。みんな注目。短期留学でこのヴィーナスアークのアイカツを学びに来た四つ星学園の皆さんです。西野ゆめです。桜庭ローラです。霞真昼です。よろしくお願いします。あの子たち見たことある。ジャパンのアイドルにしては歌もまあまあだったよね。まあまあ。これからよろしくね。わからないことがあったら何でも聞いて。けど悪い子たちじゃなさそうだね。3人ともここに留学してきたってことは、もちろんアイカツランキングにもチャレンジするんだよね。アイカツランキング？お姉ちゃんから聞いたことがあるわ。4年に一度だけ開催される伝説のイベント、アイカツランキング。伝説のイベント？そうだよ。誰でも参加は自由。1年間を通して決められたステージやお仕事をするとポイントがもらえちゃうんだ。そして1年の最後に上位のメンバーを選んでの最終戦を行うんだ。へー、安心するといいわ。あなたたち3人もすでにエントリー済みよ。いつの間に。私は構いません。まひるちゃん、いずれは戦うことになりますから。おお。うーん、
それは難しいんじゃないかな。ジャパンのアイドルはレベルが違いすぎてダメかも。ちょっとなんですって。ローラ、そうね。ではウェルカムパーティーは後日として、今夜は私たちのステージをご覧なさい。私たち？そう、私とキララのステージを。いよいよだね。うん、ドキドキする。ヴィーナスアークの実力がどのくらいなのか。始まるみたい。行くわよ、キララ。はい、エルザ様。ドレスが私を強くする。キララと見よう、ふわふわないい夢を。
んかすごいステージだったな。うん。あ、そうだ、みんな飴食べる？イタリアで買ったやつなんだけど。あ、いただくわ。ありがとう。はぁ、ヴィーナスアークのアイカツを学びに来たのに今日は圧倒されっぱなしだったな。正直悔しい。ゆめちゃんたちは負けてないよ。お、たった一年でゆめちゃんは夢を叶えて S4 になったし、まひるちゃんはお姉さんの夜空先輩を超えた。ローラも立派な幹部になって学園を支えてる。途中でいなくなった私が言うのも変だけど、ゆめちゃんたちの肺活は決してヴィーナスワークの肺活に負けてないと思う。ありがとう、小春ちゃん。けどあのスタープレミアムレアコーデの輝き、あればかりは。あのね、エルザ様はこんなことをおっしゃってたの。小春七倉、これがなんだかわかる？いえ。宝石の元となる石よ。アイドル候補生は皆この小さな石粒、アイカツによって磨かれやがて美しい宝石となる。そして宝石が私たちアイドルなら、指輪や王冠はドレス、アイドルとドレスは常に一つ。その輝きを最大限に引き出すのがドレスの使命。期待しているわ、小春。それを聞いてもっともっと成長してみんなを輝かせるデザイナーになってみせるって決めたの。だからゆめちゃんたちも一緒に頑張ろうよ。そうだった。どうしたのゆめ？思い出したんだ。ヴィーナスアークの力から目をそらしちゃダメ。エルザさんたちの力をまっすぐ見つめて成長しないといけないって。目をそらしちゃダメ。あ、面白いじゃない。これからはまた小春ちゃんも一緒だし、ヴィーナスアークでのアイカツ頑張ろう。うん、それじゃあ久しぶりにやろっか。せーので、アイカツ。ボンボヤージソレと海と重なる、そのブルー切り開いて風切って、トランクいっぱいに夢詰め込んだなら道なき道へ、ボンボヤ希望を指すコンパス360度くるくる、全ての対決ってあり？次回、アイカツスターズ、キャット注意報。